はい、皆さんお疲れ様です。というわけでね、ようやく決心つきました。はい、逃げていてはダメだということでね、蹂躙を開始していこうと思います。ねえ、やってたというかこれ進めようかなと思ってたんですけど、どうやらやっぱこっちから入ってくるのがセイキルットっぽくて、この辺が明らかにイベントを無視されてるっぽいんで、このまま進めるとちょっといろいろとまずいなっていうのと、まあさすがにこっち行くのはちょっと違うなって私も思うんで、うん、ノリでこっち行ったけど、ノリでね行って、まあなんかレベルすげえ上がったけど、どっちにしろエルフの国攻略状態でドラケンガルド行っても、どっちにしろ蹂躙なんで、まあ一緒かなっていうことで、まあもういいか、蹂躙しようと、はい、思いました。というわけで蹂躙を開始していきます。はい、すいませんね。はい。いや、ほんと申し訳ないと思うけど、重量ですけど。ちなみに、まあ、この体、このレベルであっても重量なんだよね。申し訳ない。攻撃する。お任せください。わかりました。もういい。私の出番にどうするの？もうやっちゃってやってあそこね。後悔しても知らないわ。やれんやないかい。負けはしない。誰が相手でも。指示はちゃんと聞くわ。向かうわ。剣さばきを披露するか、思い知ったか。行動開始だな、精霊の導くままに。よく考えて。分かったわ。一瞬でケリをつける。やっぱね、ちょっとレベルが強い者が勝つ。お任せください。わかりました。運が悪かったわね。加勢する。これ下になんでやりげんのこれ。こいつをやるよ。好きだらけよ。気をつけて。貫く。面倒ね。力押しだ。報いよ。死にたいの。やることがないそうです。容赦しないから。これはなんかまあ後からやけど、でも装備できんのかこの攻撃系は。弱くね？弱くはねえのか。結局火力が全てだと思ってる。もらった。燃えろ。狙い通り。応急手当てよ。本気だ。生き残れたわね。ここ。いい気味だわ。蹂躙でございます。もう無理です。はい、ドラケンガルドは滅びました。埃は地に伏せました。ジョセフ、まさかバージニア姫。10年ぶりだな。よくぞご無事で。解放軍がこの関所に向かっていると石膏から知らせがあってな。石膏？姫はドラケンガルドで何を？10年前ガレリウス反乱の折、私はドラケンガルドに逃がされた。ああ、左右に分かれたんだ。第二王子ギルベルトの世話になっているのだ。そうでしたか。長い間お迎えに上がれず申し訳ありません。
構わん。このリアがお目付け役として年中世話を焼いてくるしな。バージニア様、本題を。わかったわかった、お前に任せるぞ。私たちは皆様に援軍をお頼みしたく馳せ参じました。それはもちろん。ベルベルト様は現在城を奪還すべくバウムラッティにて兵を集めています。どうか指導者にお目通り願えないでしょうか。そうだ、アレインはどこにいる？バージニア姫、久方ぶりだ。ああ、覚えがあるんだ。アレインか。さすがにか。見違えたぞ。あの血の巫女が私の背丈を超えるとは。いつの話をしとんや。最後に会った時、俺は7歳だったはずだが。しかし、今までよく頑張ったな。私も解放軍に参加する。大いに頼るがいい。やったぜい。お待ちください。バージニア様はまだギルベルト様の保護下にあります。勝手にお決めになられては。保護などもう必要ない。だがギルベルトには世話になった。恩は返そう。アレイン、聞いての通りだ。ギルベルトの援軍要請に応えてやれ。これで文句なかろう。不満なら引き続き私についてきてもいいぞ。すごいわがままな姫だな。大丈夫か。生前の女王陛下がご自身の幼き頃に似ているとおっしゃっていました。いや、めちゃくちゃ似てるよね。私にはどう見てもわかります。どう見ても似てるよね。幼い俺にとっても頼もしい姉のようだった。いや、マジで生きてるのかと思ったもん。姫が、あ、姫じゃない、リア殿、妖精には応じよう。コルニアの姫を庇護してくれたこと、改めて感謝する。こちらこそ、コルニアの援軍、九死に一生を得る思いです。だいぶ放置したけどね。最高のため、この命を閉じて戦いましょう。だいぶ放置してたけどね、ごめんね。あと君、ひょっとしてソードマスター？ソードマスターやったらめちゃくちゃ強いから、ぜひとも仲間になってほしいんだけど。あ、なったわ。うん、よかったよかった。というわけで、めちゃくちゃ今更ながらドラキンガルドで、さて来たー。ソードマン、多分ソードマンの上位があれだよね。フルセイダー、さて二つ持ち、おもろいな。おもろ。青バラの盾ってあいつ持ってたけど、青バラの盾もともとそんな効果あったっけ？ちょっと全然覚えてない。持ってない？嘘。荒騎士の剣か。違うんだ。レベルは10です。これはね、パリ覚えてから本番っていうね。いや、パリ覚えたらマジ最強だから。マジで最強。マジで強いからな、ソードマスター。メイザンドと一緒だから、マジで強い。まあ、攻撃力がちょっと低いっていうのはあるかもしれんけどな。パリ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 うおーってなんだろ。パリ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 うおーパリー。
あ、ま、防御系なんだ、バージニア。確かに、ステータス的には防御系か。え、強っ。え、強っ。レベル15までなぜか青スキルを覚えないっていう。いや、これはね、ガード負荷の方が強いんで、どっちかっていうとこっちで飛行系の敵を外た場合は使ってもらって、こっちは重装系の敵を優先。こうですね。ララノアタもごめん、ルノーなぁ、ルノーなぁ。ルノーはですね、あのディフェンダーガーディアンなんですよね。ちょっとあまりにも使いづらいんだよ。ディフェンダーガーディアンは正直使いづらい。クライブでいいもん。クライブも正直ちょっと使いづらいから。クライブとルノー変えるか。いや、まあ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 。って感じだけど、ルノー使いづらいね、正直ね。いや、マジであのグレートナイトが強いだけだもん、ルノーは。グレートナイトがマジ最強なんだけど、最強クラスなんだけど、それが強いだけで、まあ、ルノー自体はそんな強くないっていう、俺はそういう結論ですね。はい、まあ、こうなってくるとやっぱ火力が低いな。火力が低いのは、まあ、オーバンがちょっと火力が高いけど、そんぐらいだもんな、マジで。あ、ごめん、モルドンはぶっ壊れて、モルドンはマジでやばい。モルドンはマジでやばい。やばいけど、おっさんすぎて使えなくねえ、モルドンは。モルドンはマジ見た目で損してる。マジでモルドンはめちゃくちゃ強いんだけどな。めちゃくちゃ強い、モルドンは。めちゃくちゃ強いが、やっぱ見た目がな、見た目がおっさんすぎるんだよな、あまりにも。あいつはちょっと見た目で完全に損してる。ちょっとじゃない、完全に損してる。いやー、この5人のところに入れよっかな。バージニア移動力80。なんで？あー、そうやな、ちょっと編成保存とかないんかな。配置詳細入れ替え外すないか。まあ、まあなんとなく覚えとくか。バージニア、いや、でここであのちょっとトラビスを入れて、個人的に王将は結構強いと思うんだよな。
で、トラビスをリーダーにすることによって移動力を確保しつつスタミナも増やす。こうすると方はね、移動力めちゃくちゃ下がるんだよね。やっぱ移動力結構大事だから。どうしようかな。こっちかな。オーバー、いやセルビーもな、使いにくいんだよな。弱くはないんだけど使いにくいんだよな。まあ正直オーバーも強いけど、うん、あのね、ハスカールはバイタライズが強いんだよな。バイタライズがめちゃくちゃ強いんだよな、ハスカール。正直ハスカールのバイタライズクソ強いんだよな。欲しくはあるんだけど、どっちか入れよっかな。ただ、まあ、正直成長するのかって言われると多分しないとは思うけど、ここはキトラがなんとかする。うん、キトラが全てなんとかします。トラビス隊、ドラケンガルドだー。あ、そっか。ベレンガリアだって？え？いきなり？すげえ、いきなりメインクエストだ。おもろ。まあじゃあせっかくだし、何がせっかくなのか。せっかくだしだし、めっちゃ遠いなおい。我々ゼノイラ軍を裏切るからこうなるんだ。ベレンガリア将軍も落ちたものだな。くだらん画策をしているお前たちほどとは思わんがな。くだらん画策だと。ギルベルト王子のいる闘技場を退去して攻め落とす計画のことさ。攻めあぐねて兵をかき集めるなんざ、天下のゼノイラ軍が聞いて呆れる。黙れ。どうせ明日には処刑されるんだ。今のうちにせいぜいヘラズ口を叩いているのだな。この錠前、あのバカな弟から教わった技術が役に立つかもしれん。ほう、兄弟なんですか、あなたたち。三。
私の出番ね。出撃する。行動開始だな。行こうか。やるか。まあ、とりあえずもねえか。わかった、俺の番だ。いや、まあ、トラビス隊もちょっと動くか。ああ、どうするの。よく考えて。ガムスター取るかな。出撃するわ。報いを受ける時間だぜ。取るに足らねえやつだったな。一瞬で終わりにしてやれ。かかればこんなもんさ。やられる覚悟はできてるか。恨みっこなしだぜ。どうなっても知らないわよ。まあ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 、住人ですよ。この己の不運を呪いなさい。一瞬で終わりにしてやれ。俺にかかればこんなもんさ。お前何やってんの、トラビス。トラビス。私の動きについて来られるか。負けはしない、誰が相手でも。あいつマジ何やってる。覚悟はできてるか。もっと強くならねば。取るに足らねえやつだったな。いいぜ、わかった。押さえたか。これ使えるかしら。精霊と共に。指示はちゃんと聞くわ。わかったわ。俺の番だ。すぐ行く。剣さばきを披露するか。強い者が勝つ。お任せください。精霊の導くままに。なんかいる。あれいんなの、ここマジか。よし、行こう。さて、よし、まあいいだろう。ここは戦いの要になれな。そんなこと言われても非公平なんていないんです。いなくはないけど。どこまで強くなるのだ、私は。なんか同じような話聞いたな、今。今じゃねえけど、どっかで。精霊と共に。わかりました。はい、わかりは。待て、あなたがベレンガリア将軍か。何者だ、お前は。俺はアレイン、コルニアの解放軍だ。解放軍、なるほど。確かに私はベレンガリア将軍だった。だった。だが今はただの裏切り者。お前たちの敵ではないぞ。やはりそうか。ならば共に行こう。ゼノイラを倒すために。おい。言ってしまったか。強引なやつだ。強引すぎるやろ。しかし渡りに船とはこのこと。ここは従ってみるか。こいつハスカールの女性版か。
ダークマーキス斧。またこっちにも人がいる。どうしてこんなことに。やば。限界態勢だからと歩いていただけで囚われるなんて。ヒルダ姉様。そこの君。誰？私のことは気にするな。ただの傭兵だ。本当にござるか？雇い主が君を呼んでいる。ついてくるといい。私を？そんな。なんでござるか？あの、ここは一体雇い主の元へ行くのでは？ここまで来ればもう逃げられるだろう。あ、私を助けてくれるの？どうして？ゼノイラの連中には少々遺恨があってね。こいつやるよ。それは時間が惜しい。見つかる前に行くといい。あ、待って。なかなかやるやんけ。いやでもそんな戦場のど真ん中に放置するなんて。戦場のど真ん中に放置されてますから、かわいそすぎるだろ。しかもクレリックかい。クレリックね。目標はどれだ？すぐに行く。まあ正直帰ってほしいけど、まあまあええわ。好きに使っていいわよ。一度撤退するわね。出撃するわ。言う通りにするわ。ステージ会話なしってことは。指示をちょうだい。わかったわ。まあ、これでいいだろう。考えるんだ。え、そっち回り。さて、何直接。よく考えて。向かうわ。遅い。逃げても無駄よ。惜しかったわね。ここだよな。やるか。ああ。一瞬で蹴りをつける。負けはしない。誰が相手でも。やられる覚悟はできてるか。俺にかかればこんなもんさ。さあ来い。よし。うん。奴らを野放しにはしない。わかった。どう出るべきか。ここか。報いを受ける時間だぜ。さあ報いを受ける時間だぜ。取るに足らねえやつだったな。アリビア聖教やったらこいつもな、いた方がよかった。貴様どこへ行っていた？どこと問われるといささか困るな。だが見つけたのだよ。絶望の箱の奥底に花があったのだ。美しい一輪の花がね。何言ってんだこいつ。何をわけのわからんことを。いや本当だよ。まあいい、それどころではない。近くで戦闘が発生した。我らは応援に向かう。貴様はここの番をしていろ。お任せあれ。お任せあれ。戦闘だと、ね、一体どこの勢力だ。
参りましょう。とりあえず行ってきます。言う通りにするわ。すぐに向かうわ。やられる覚悟はできてるか。恨みっこなしだぜ。いいぜ、すぐ行く。どうだろうが私は戦うだ。すぐに回復できるわよ。ゼノイラとたもとを分かったからには容赦しないよ。かかってきな。どこまでやれる。静かにして。寝てろ。スピディはさせよ。立ってられるか。強っ。やるやん。早く指示を出せ。どうするの。分かったわ。なんかもうやろ。いやー、ここなんか適正レベルだったら結構苦戦してそう。戦場は広いから。強い者が勝つと行動開始だな。行こうか。どうなっても知らないわよ。なんでダメージ食らったの。己の不運を呪いなさい。ここは制圧した。うまく制圧できたな。運が悪かったわね。よかった。よく考えて。あそこね。ここが狙われているわ。ピーン、ドドドドン。これはありがたい。ね、俺の番だ。俺が出るぜ。やってやるぜ。よし、一度戻るわ。やるか。さて、ヘーロイヤローだ。よし、俺の番だ。ああ、ほら、精霊の贈り物かしら。一瞬手を貸すぜ。取るに足らねえやつだったな。だからなんでトラビスは死んでるんだよお前。いいぜ。分かった。何でもやるぜ。んじゃ行くか。考えるんだ。よし。本拠地問題なし、後も問題なし。一度撤退する。到着したわ。一旦戻るぞ。着いたぜ。ここが一番近いっすかね。まあシンプルこうかな。出るぜ。よし、行こう。やるか。すぐ行く。さて、向かおう。指示をちょうだい。あっちね。着いたぜ。目標地点です。好きに使っていいわよ。俺の番だ。ああ、ここだな。やるか。どう出るべきか。ロイヤルオーダー。ありがとな。なんでおんねん。どこまでやれるのかしら。惜しかったわね。やられる覚悟はできて。援護するわ。
コルニア王家の血が騒ぐ。さて、よし、いいぜ。ヒール交渉。ああ、ヒールじゃねえこれ、インザレクトオーブだ。ああ、インザレクトオーブがないんです。リーザレクトオーブが謎にないんです。なんで指示をちょうだい。どう出るべきか。この借りは返せ。考えるんだ。俺の番だ。はい、ヒールポーション。は？やるか。違う、バカされ。何をやっとるか。いいぜ。バカされ。今のはバカされだわ。わかった。さて、行くぞ。あー、一瞬で終わりにしてやれ。アシスマホ使うんだったのこれ。トラビスさー、トラビスさー、トラビスさん、あなたどうなってます。あなたちょっと当たりすぎでは。回避93は見かけ倒しですか。トラビス、ちょっと 何言ってる。トラビス、お前のイベイドは飾りか。やるか。ああ、ここよね。ここは危険だ。次はどうすべきか。まあ、トラビスをしててもいいけどさ。報いを受ける時間だぜ。恨みっこなしだぜ。好きに使っていいわよ。すぐに向かうわ。指示をちょうだい。ロングチェンジ。なんだかやれそうです。お手伝いしますよ。わかりました。間に合え、間に合ったー。戦場のど真ん中。はい。やったぜ。わお、すごいっすわ。町の解放が完了しました、アレイン様。ああ、ありがとう、リア殿。改めて紹介しよう。ベレンガリア将軍だ。え、まさか本当に敵の将軍を連れ帰ってくるとはな。姉貴、トラビス、あんたなんでこんなところに。それはこっちのセリフだ。なんだってゼノイラの将軍なんだ。ゼノイラは仇じゃなかったのかよ、俺たちの親父の。それはあんたこそコルニアにいたはずだろう。さっさと帰るんだ。足手まといなんだよ。あん時の俺とは違う。俺は俺のやり方で敵を撃つ。いや、トラビスめっちゃ当たってたけどね、攻撃。どうして。トラビス、ご兄弟だったとは仲がお悪いのでしょうか。
あまり詮索するものじゃないぞ、リア。それはそう。だがまあ、時間が解決してはくれなさそうだな。こっちはこっちで謎に味方になったね。ヒルダ姉様。姉がいるのかね。ええ、私と違って竜を狩る勇ましい方です。ほう。ご無事だといいのだけど、うん、そういえば自己紹介がまだでしたね。私は僧侶のプリム。あなたは？私はそう、アラミスという流れ者さ。アラミス様、改めてお助けいただきありがとうございます。何、礼には及ばない。実際危ないできる限り多くの民を救いたい。ただの自己満足に過ぎんよ。なんかエルフっぽいけどな、こいつ。そんなことをおっしゃらないでください。素敵なことだと思います。あ、違うわ、耳が。姉様のよう。ところでアラミス様も解放軍に参加されるのですよね。でしたら一緒に参りましょう。そうだな、プリム。すまないが先に行っていてくれないか。どうされました？何、大したことではないさ。すぐに追いつく。そうですか、わかりました。なんだ、必ず後で来てくださいね。なんだなんだ。出てきたらどうだ、話があるのだろう。おっと、リア、まあまあ、いやー、めっちゃ増えたやん。え、一気に増えるね、この辺。あー、ソードマンだ。プリンかわいいけど。あー、さすがに上級職っぽいね。ディフェンダーテクニカル。カーネージ、敵単体に攻撃する対象の AP マイナス1、デッドスピニング、敵1列に攻撃する対象に気絶を付与する、対象が状態異常の場合威力プラス70を積みよ。ディアホネイター、敵単体に攻撃、対象状態時の場合威力プラス75、対象が状態時の場合自身の PP プラス1。他の味方が攻撃した際に発動を、敵単体に追撃、 HP のダメージの 50% 回復、状態時の場合 PP プラス1、敵全体の攻撃力マイナス 20%、 行動速度マイナス 10%。 ほう、自身の AP プラス1、攻撃力プラス 20%、 行動速度プラス10、重複化。はあ、強、これは強えな。大盾、はは、ちょっと強い。ベレンガリア、え、ベレンガリアめちゃくちゃ強いな、これ。
めちゃくちゃ強いけどちょっと癖は強いって感じか。トラビスがさ、思ったより攻撃当たってなんかダメなんだけど、こいつ何やってんだお前はよ。何やってんだお前は、本当に当たりすぎなんだって攻撃に。びっくりするもん、トラビスだって普通に全然普通に死んでたもんな。なんでやねん。なんでやねん、シンプルに。あ、クライム隊はもう分かってるから、編成が。ここもちょっと一回解体しようか。ベレンガリア、いや言うて使いたいのベレンガリアだけか。プリムとアラミスはまあいいかな、正直。プリムなんか PP がプラス1歳でし、まあならとりあえずモニコン、はい、ルノーの代わりに。まあアシスト魔法できるようにしとくか一応。頑張れよ。ハハハハハ、ひでえ言われようだ。もう一人のうちだいぶ遠いな。まあ何前でいきますかね。なんもないもん。いいやつなんだな。まあいいやつほど先に死んでいくっていうことだな、戦場で。取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。なんかドワーフみたいなやつ、これおもろ。元気役か。ありがとな。また。いやー、よくぞ来てくださいました。自慢の品を見ていってくださいよ。ありがとうございます。また。承知いたしました。イエーイ。
大事大事、元気なうちよ。わしが取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。まあ、またな。いやー、よくぞ来てくださいました。自慢のありがとう。お任せください。頑張りますね。頑張れよ。生きてこそだぞ。独行席がありません。クソだよ。まったくもう。あったか。来たー、独行席。ワイバーンナイトね。ハンター、ソード、ワイバーンナイト。まあ、ワイバーンナイトはグリフォンナイトのあれかな。ちょっと違う版かな。少し違う版ね。4人編成できる舞台を作ってみては。あるんですね。とっくのお菓子の話だそれ。そっか、クラチェンもさ、あの段階ではもう本来できてる予定だったんだね。なるほどね。俺がおかしいって話か。くそ。いいだろう。頑張れよ。あるよね。初級になんだけど。え、やっぱさ、じゃあさ、こっち先行ってさ、こっち後から行く想定なんだ、これ。え、嘘じゃん。行くだろ。まずはコルニア全土行くだろ。なんでこの流れでドラケンガルド行く想定なんだよ。北行くだろ、普通。そんなことある。しかも別に難しくなかったし。すごい暑さだな。砂漠ですか。案内なしで砂漠を抜けるのは危険です。危険なのは暑さだけじゃないぞ。バージニア姫。実はこの砂漠はかつて罪人の流刑地でして、砂漠の民は今も閉鎖的で外の人間には攻撃的なんです。それに盗賊たちの根城も数多く、縄張りを荒らす者には容赦しません。盗賊どもが外で働いた盗みで砂漠の民は生かされてるんだ。貴族の勢力低下に一役買っているので、
王国も見て見ぬふりをしてきた。そんな場所だから誰も立ち入らない。まあ実質別の国のようなものだな。なるほど。ちょっと待った。あ、オーバン。急に割って入ってくるな、無礼者。すまねえな。罪人の流刑地だったとか言われると言いづらいんだが、俺はここの出身なんだ。そうなんや。おもろ。聞いた話によると今じゃ砂漠もゼノイラに支配されてるらしい。アレインの旦那、様子を見させちゃくれねえか。家族同然の知り合いがいる。心配なんだ。俺なら安全に抜ける道も案内できる。いいね、うん、そうか。砂漠の民の案内があるならどうする、アレイン。砂漠の民がゼノイラの支配下にあるならやはり見過ごせない。いいやつやな。オーバンの家族も心配だ。行ってみよう。すまねえな、恩に着るぜ。そういや今ちょっとやっちゃったんですけど、結局早めにクラスチェンジするのと遅くていいのとどっちが強いんですかねっていうところで、50重いな。どこまで強くなるのだ私は。いやーソードマスター強いんだよな。スピードスターハイラックか。いや、欧州もな、多分強いんだよな、普通に。勲章数がな。いや、ソードマスターは正直2人欲しいんだよな。ここね、ここソードマスター2人にしたい感はあるんだよ。ブランディッシュ単体攻撃、対象防御力 50% 無視、命中した場合自身の PP プラス1通信よ。アイアンウォール、味方全体のガード率プラス 50%、 物理防御プラス 30%、 服装製品、精神、アクティブスキルで攻撃する前に発動、 HP が少ないほど威力アップ、一度に自身に一度だけ致死ダメージを与えるバフオフ。こいつのはなんかえ、強っ。
正直これ欲しいな。いや、カバー欲しくない？正直。さて、2個つけるんだったらさ。まあ、アタッカーがな、カバーする必要ないからな。まあカバーされなければいけないほどやわなやつらここのチーム存在しないし、ならいいか。逆にこいつはまあ相当防御系の性能が高いから、まあこの方がいいだろうね。そう、忘れてた。ルーキーエコーつけようと思ってたんだ、彼女に。王手強いと思うけどどうだろうな。ウィザードねウィザードね。ここに王手が入ってくるかどうかだよな。入ってこんよな、入ってこんよな。正直唯一蜃気楼の大盾を使いこなしそうなキャラがいるわ。いやー、回避80はでかくね？回避がトラビスと変わらんくなるわおもろ。てか回避高えな。回避30万あんの？なんで？妙に高いね、回避が。いや、まあそれなら今ステップはちょっとあれだけど、お、ちょうど空いてる回避100あんだけどおい、トラビスより回避高いんだけど、どうなってんだよベレンガリア。やばっ。いや、もったいないかな。いや、まあ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 。
正直ソードマスターはめっちゃ強いから使うと思う。もっと強くならねば。全然使うと思う。まあ、ただ一つ問題があるのは、あの編成的にちょっと後ろにいるけどソードマスターは前衛なんだよねっていう。有定力120なんだ、強いね。まあ回心率プラス50の方が強いか。あ、1時間超えてきたのと、なんかちょっとメンションが入ってますね。まあとりあえず今日はこんなところで、こっから砂漠の方を攻略していきますよっていうところで、まあ、ちょうど1時間ですし終わろうと思います。なんかメンションされたんで、ほなお疲れ様です。こっからまた蹂躙タイムじゃーい。